皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もですね、バーランスさんのチャンネルでね、ファンメイドのスキビリートイレを見ていきましょうのコーナーでございます。前回はですね、激しくアップグレードされたアップグレードタイタンカメラマン、そしてねテレビマン、そしてですよ、この後出てくるもうなんかね超ねかっこいいですね、 G マンスキビリートイレが出てくるファンメイドのお話を見ていきました。こちらですねパート2になりますんで、こちら見る前にですね、前回リアクションしたこちらの動画をね見てからこの動画を見るようにしてくださいということでね、早速スキビディトイレ54話ファンメイド見ていきましょう。さあめちゃめちゃ楽しみですね。これはアップグレードタイタンカメラマンか、あ海に沈んじゃってるんだ、やられたんだよね。さあそしてテレビタイタン、タイタンテレビマンが近寄る。お、あれどういうこと、タイタンテレビマンが2体いないか、え量産されてる、タイタンテレビマンなんか今挟み込んでたよね、アップグレードタイタンカメラマンを。へえ、タイタンテレビマン、そういえばシネママンになってないな、タイタンテレビマン。あもうワープしたんだ、これ基地に戻ってきたっぽいね。そしてスピーカーマン、ラージスピーカーマンがいますね、テレビマンもいる。さあ奥へと案内されますが、この先に待ち構えているのはなんだこれ、何これ、敵味方、うわこれがまさか、うわーすげえ吠えてる吠えちゃったよ、なんかゴジラみたいな鳴き声だったな今。ちょっと待って、両肩にスピーカーついてるでしょ、で真ん中のこの胸の部分に大きいテレビがあって、はいカメラキャノンが両肩についている。これはこれがトライタイタンか、うわ鳴き声が生々しいんだけど、怪獣やんもはや。ちょっとねいろいろ気になるところがあるんだけれども、タイタンテレビマンがどうやら2体いるみたいなんですよね。いやーこれは驚きだな、タイタンカメラ、タイタンテレビマン1号2号みたいな感じなのかな。でねちょっとねカメラマンよりね、タイタンカメラマンよりも小さい気がするんですよね。そしてシネママンにもなってないということで、いや秘密基地結構出てきてくれるの嬉しいんだよな、アキシ基地好きですので。アップグレードタイタンカメラマンがねこんなやられてるところ本家では全然まだ見れてないので、これも結構貴重映像ですよね。だって本家ではアップグレードタイタンカメラマンがマジで今一番強いみたいな感じですよ。でもこちらのファンメイドの世界ではもうすでにやられちゃってるんですよね。さあスキビディトイレ55話ファンメイド、ここら辺から超怒涛な展開になっていくんじゃないでしょうか、見ていきましょう。さあ再生、あ洗脳されているラージスピーカーマンの、はい洗脳解いてと、あこれはちゃんとパラサイドスキビディトイレっぽい感じですね。そしてテレビマンの、はい熱戦によってやられる、なんだ今のアップグレードタイタンスピーカーマンか、スピーカーマンっぽかったよな、あそうだわ、やっぱアップグレードされていない、そうだよね敵に改造されてませんもんね、改造される前にね味方に戻ってきたんでね。いやーこれもなかなか貴重映像ですよ。やられた、言うてる間にやられました、誰にやられた、誰にやられたの、なんだこいつ、こいつもサイバーパンクになんか改造されてるぞ、だいぶ、あシネママンになってる、いつの間にか、おおタイタンテレビマン2体いるうちの1体がシネママンになったってことですか、両方なってんのかな。そしてあーお腹刺された刀で、あこいつはシネママンやられるの早くねえか、強化されたばっかりなのに、ああの4本刀、はい刺してるやつですよね、手が刀になってるやつ、あれも本家で出てきましたが、さあもうエヴァじゃん、もう食べてる、もしかしてすげえ、これがもう敵なのか味方なのかわかんねえな、これ味方なんですよね、暴走とかしないでくださいよ。シネママンがぶっ刺されちゃったけど生きてますか。そしてスキビディトイレ、今のは何だったんでしょうか、おいお前よくもやりやがったなみたいなことですか、食べるのかと思ったよエヴァみたいに。そしてはいこのね両肩についたカメラキャノンで後か骸骨になっちゃった、仮装してますね、シネママン、ありが、あやっぱ味方なんだ、これがトライタイタンですね多分ね、うわめっちゃなんか生物的なんですけど、かっこよ、怪獣みたいだもんな、うわージェットで去っていく、シネママン助かったのか。
いや、タイタン系のユニットだけじゃなくてね、本家みたいにこういうね小さいユニットにも焦点が当たるのは非常に好感が持てますよね。テレビマンが活躍してて、はい、タイタンスピーカーマンもちゃんと見せ場があったということでね、まあすぐにやられてしまったんですが、そしてね、はい、シネママンもですねちゃんとした見せ場がありました。でもね、パワーアップされた瞬間にですね胸をぶっ刺されるというですね、かなり悲運ないやこれで完全にやられちゃったかと思ったけど、ちゃんと生きてましたね。一安心です。そしてついに出てきましたね、トライタイタンですよね、これね。さあ、テレビマンとカメラマンと、そしてスピーカーマン、全部の能力を持ってるんですかね。いや、暗いんでね、どうやって戦ってるかがちょっとわからないんですけど、今んとこ肉弾戦で戦ってる感じですよね。すごい生物的なんですよ。さあ、次、スキビディトイレ56話、ファンメイド見ていきましょう。さあ、スタート。お、サイエンティストスキビディトイレなのか。顔がやたらでかいぞ。ああ、Gマンだ。Gマンやられたのかな？なんか傷ついてる感じですね。いや、違うぞ。こいつサイエンティストじゃないぞ。クロースキビディトイレの顔デカバージョンみたいな感じですね。へえ、これオリジナルか。あ、テレビマンが？いやー、嫌な予感するな、これ。うわー、やり返してるよ、これ、絶対。うわうわうわ、これ、あれだよね。Gマンの背中についてたウルトラキャノンみたいなやつだよね。あれ、これタイタンテレビマンか？Gマンが？やれって。うわー、撃った。あー、なんだこれ、なんか埋め込ま、あー、パラサイドスキビディトイレが入ってる。そして、うわ、これ洗脳されちゃうんじゃないの。うわー、これ多分タイタンテレビマンかだよな、大きさ的にな。めっちゃいっぱいいるじゃん、タイタンテレビマン。でもさ、胸のリアクターみたいのがないよね。そしてGマンが上向いてウルトラマンみたいに、はい、空に行きました。そしてこれはなんだなんだなんだ、何かをドッキングさせようとしているのか。あ、このキャノンをつけるんだ、Gマンに。めちゃめちゃGマン強くなっちゃうじゃん。でね、どうやらね、サイエンティストスキビディトイレがいなくて、このね、メガネクロースキビディトイレが、なんかメカニックとかね、はい、科学者っぽい感じですよね。こんな感じでね。うん、車輪がついてますね。でね、このテレビマン、でかいよね。うん。タイタンテレビマンなのかな？結構大きいテレビマンがいっぱい出てくるんですよ。そしてこの謎のキャノンですよ。でね、これ打ち込まれるんだけど、いや、この打ち込まれたところから、パラサイドスキビディトイレが出てくるんだけど、いや、これ直接さ、もうスキビディトイレつけちゃった方が早くないかってちょっと思ったんだけどな。めちゃめちゃ遠くにいるのかな。いやー、どうなっちゃうんでしょうか。これ操られてますよね。いや、この世界はタイタンスピーカーマンじゃなくてタイタンテレビマンが洗脳されちゃうのかな、スキビディトイレたちに。さあ、スキビディトイレ57話ファンメイド見ていきましょう。さあ、お、なんだこれ、オリジナルですね。うわ、ドッグオークみてえだな、スパイダーマンの。そしてトライタイタンがまた出てくる。うわ、相変わらずすごいな。結構ね、ビジュアルが敵なんですよね。なんだこいつ。あれ？カメラマンを？よしよし悪いことしてませんよみたいなね。コミカルだな、結構この話。でもやられちゃいましたということでね。いやー、トライタイタン強い。お、何者かに攻撃されている。さあ、なんだこれは。あのキャノンじゃねえか、前回出てきた。さあ、そのキャノンを撃墜しようと突っ込んでいく。破壊した。わ、暗くてね、あのキャノンの全貌がよく見えないんですよね。これ面白いスキビディトイレ出てきましたね。なんか尻尾みたいなさ、アームみたいな、あのスパイダーマンに出てくるヴィランのね、ドッグオークのね、やつに非常に似てますね。でね、なんか角みたいなのが生えてんですよ。すげえサイバーパンク。でね、トライタイタン、今のところかなり無双中ですね。いや、そりゃ強いよな。そりゃ強いよ。だってカメラマンとテレビマンとスピーカーマン合体したような感じのやつでしょ。で、このね、暗くてね、ちょっとこのキャノンがよく見えないんだけれども、これさ、あれだよね、前回なんか試し撃ちしてたやつだと思うんだけどな。 Gマンにつけたんじゃなかったのか。さあ、今回ラストスキビディトイレ58話ファンメイド見ていきましょう。さあ、今回もトライタイタンの活躍が見れるのかな。おお、スキビディトイレを、すげえ。ああ、 Gマンに追われてるぞ。車で逃げられるのか。カメラマンが運転する中、ジャーンプ。うおー、すげえ、運転うまいなこの人。そして Gマンからは逃げられていないよね。すぐ終わり、そりゃそうだよね、空飛べんだから。ああ、これはもう終わった俺ら終わったって思ってるところ、さあ、おお、トライタイタンが来たぞ。よし、ついにこの戦いが見れる。
トライタイタンバーサス、G マンスキビディトイレ。おお、吠えてる吠えてる。お、G マンもやっぱ強えな。防御力高えよな、やっぱな。おお、すげえ。両肩のカメラキャノンで撃っていく。アップグレードタイタンカメラマンのね、はい、左腕についてたキャノンですよね。前回出てきたキャノンは、この G マンにつけるものじゃなくて、あれはあれで単独の兵器だったみたいですね。そしてこの G マン、なんかね、ハンマーでぶっ叩かれたりとか、結構ね、いろんな攻撃を受けてるんだけれども、傷一つない。やっぱり防御力がすごい高い。そしてですよ、今回トライタイタンがね、G マンに向かって、このね、キャノン撃ったのが印象的でしたよね。はい、G マンがこうやって攻撃する中、打ち返すということでね、これ威力高そうですよ。うわー、それでこれで終わりか。いや、次回どうなっちゃうんだろうな。これ早く見てーな。皆さんも早く見たかったらですね、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、今回もバーランスさんのチャンネルでファンメイドのスキビディトイレ見させていただきました。今回はこの辺にいたしましょう。それではまたねー。